昨夏、甲子園初勝利を挙げたクラークの佐々木啓事監督、68の甲子園三元号勝利祝賀会が4日、北海道深川市内で開催された。同校の三浦雄一郎名誉校長、92、前任校の駒大岩見沢やクラークの野球部 OB、教職員、地元関係者ら約100人が出席。昭和 平成、令和の3時代の甲子園で白星を挙げた全国で2人目の異業を称えた。ビデオメッセージには、駒大岩見沢時代の教え子で、ロッテで活躍した左腕、古谷拓也投手、43イコール現ロッテ球団職員、らも登場。東方、愛知、や大垣日大、岐阜、お指揮した坂口慶造監督、80、に続く快挙を祝福した。 冒険家の三浦名誉校長は、これからもまた、ますますお元気で、クラークの野球部のために頑張ってもらいたい、と話した。佐々木監督は、1978年、AKIRA53、ニ母校、駒大岩見沢の指揮官に就任。5年後の春の選抜甲子園で初出場ベスト8に進出した。93年春には巨人やソフトバンクで活躍した右腕、 佐藤誠投手、49、を擁して準決勝まで進んだ。甲子園は駒田岩見沢時代に春8回か4回、クラークでは総部3年目の16年夏を皮切りに夏春とも2回ずつ出場。昨夏の大会1回戦で前橋賞、群馬571で下し、クラークでの初勝利と、監督通算10勝目をつかんだ。独自のスリーライン 打撃指導法で鍛え上げた攻撃力抜群の打撃陣は、ヒグマ打線と呼ばれ、駒大岩見沢、クラーク時代を通してライバルに恐れられる。今春には指導者として公式戦通算600勝も達成しているが、まだ日本一がない。辻田、上等手イコール2年、ノイル来年夏はチャンスと、2年秋で早くも最速145